ありがとうございます。今回のラーメン屋さんはカウンターで、あのすごい高いカウンターでアンバ型でクリアしました。アンバ型は基本的に腕と、胸周りの筋肉が必要なので、上半身がかなり動く人が座れるかなっていう感じの簡単な椅子でした。あとはあのお尻を乗っけるところが小さいので、バランス感覚の得意な、あの骨盤とかのバランス感覚の得意な人が座れるかなって感じです。